BTU アニメラボー。小林ひろゆきです。バッタモンカイです。ダブライマツイです。ブライジャーマスタです。よろしくお願いします。はい、城下町のダンデライオンでございます。はい、第3話。はい、3話にして3本立て。3本立てでしたね。3話でいいんですか。これはもう5話と言ってもいいんじゃないですか。1,2,3,4,5,6 と言っていいのか。6話ですかね。6話、そうそう、全部放送話数でどんどん増えてったらどうしようっていうね。このまま次回4話次回4話で大丈夫。最後の方ギッチギチの話になる。12話ってなって。12話30分で1個2分、盛りだくさん。1個2分ショートコントみたいな。今回もね、盛りだくさんで、はい、そうですね。今回ちびっこメインだった。そうだね、うん、真ん中の2個目のちびっこの話が個人的にはすごい良かったです、うん、あれ可愛かったね。そうですね、そうそう、ね、いいショタとロリでしたね。あとショタとロリって言葉避けたかったんだけどな。なんかワードのパワー強すぎるから。良かったですわ。なんかあれ全体的にショタとロリショちっちゃくなっちゃうっていう話も、まあね、まあ、2個目のね、あれもね、2個目もそうだ。その時は2個目のあの初めてのお使い感がすごいですよ。そう、可愛かったよ。多分あれもうちょっと僕があと5歳ぐらいいてたら普通に泣いてたんだろうなっていう。初めてのお使い泣く人いるでしょ。いるね。理解できないんだけど最近ちょっと分かるようになってきた。あ、ようやくですか。ようやく6,7にしてね、不正が出てきた。不正がね。そうね、自分の中のね。そう、でまあ能力の使い方のね、こう1話目なんかはね、どう使うんだっていう、今回能力アニメいっぱいあるけれど、まあ一番いい感じに都合がいいんじゃないですか。そう、不完全じゃないの。不完全じゃないですね。まあいい感じに、あ、でもまあ24時間に関しては戻せない。そうだね、今回のね、話の軸の部分ではね、戻せなくて、じゃあどうするかって言ったら、もう一人逆に小さくして服を交換する。そうですね、なんちゃそれ。そうそう、なんちゃそれ。なんかドラえもんみたいな終わり方だよね、あれ。ね、あれ、なんでもあれできるんでしょ。じゃあ服を大きくするってよかったんですよね、結果。いや、でも無生物だもん。生き物も、生き物だけは。そうそうそう、だからそもそも木の大きさを変えればよかったのにね。どう言ってましたね、ドラえもん。ドラえもんみたいな終わり方だったね。確かに最後にドラえもんが一言言って、ちびまる子じゃん。キュン。心の一句読んでみたいし。で、3つ目、アイドルですね。アイドルね、今期のアニメはアイドルと能力の話がやったらめったら、マッチでアイドルがいて、アイドルが加入したり、キャラがアイドルになったり、でこっちで能力目覚め、こっちで能力目覚め、こっちはもう最初からみんな能力あってみたいな。多いなぁ。ね、王家の人間がそんなアイドルなんてと思ったら、ちょっと大きくなったら分かんなくなるな。ね、思った。で、あの能力バレてるわけでしょ。まあ、知らせんね。だってね、最初の1話目でね、1話目 ?2 話目ゲームみたいなやったじゃないですか。ね、タイトルまでつけられてたじゃないですか、能力に。能力名あるの ね。能力名まで。ね、うまいことできてますな、あれ。まあまあまあ、でも芸能人とかちょっと変装すると分かんなくなったりしますからね。逆にみたいな。そうなんですよ。ね、生いるわけないって感じでバレてたけどね。こんなところに。あれ、そう、今まではさ、その王族の人間がね、日常の中にいて王族視点の部分が多かったじゃないですか。今回一般人と絡む話が多かったじゃないですか、特に最後は。だから一般人視点だと結構面倒くせえんだなってのが分かったね。うっかりスカウトかけた相手が王族で、平謝りしなきゃいけなくて、王様がたまたま適当だったからよかったものみたいな。あれ、どっちかっていうと一般人が下手すりゃ迷惑してるっていう。そうですね、紛れ込んでる。そうそうそう、ああいうトラブル起きるもんね。あの運転手の人もあったけど、庭で。ああ、そうですね、確かに。うっかり引いちゃったらね。ね。でもまあ、それでも引かないあのマネージャーさん、間違ったですけどね。確かにね。うん、ね、謝罪じゃなくて、やっぱりアイドルにしたいっつって。光るものがあったんですかね。あれね、でもあのままちょっとアイドルデビューしてもらって、アイドルの話に行っても面白そうだったんで、ね。そうそう、で、選挙のちょっとその投票の2ヶ月前ぐらいにバラシャイの。あー、なるほどね。1、2ヶ月前ぐらいに紹介されてる。アイドルでした、やってましたって言ったら、ちっちゃいままでアイドルいけないのかな。だとバレちゃうからってことでしょ。一旦バレないでしょ。バレてもよくない？ダメなの？王族がアイドルやったら。そこら辺は多分反対派が出てくる。売名行為みたいな。売名行為な。選挙違反になるんですか。実力で行きたいみたいなとこなんじゃないですか。行きたいし、まあそのどうなんだって苦言を呈すコメンテーターが出てくるんですか。お昼の番組に。そうだろうね。もしかしたらマネージャーが小学生アイドルじゃなくて、あの中学生のあの子にこそ言い出したとかね。そんなのあるかもしれませんね。じゃあいくつにもなれるわけですね。そうですね、毎回ほのぼのしますわ。ほのぼのしますね。大体あの見てる時の気持ちはサザエさんと同じで、そうそう、サザエさん夜中に見てるみたいでちょっと体内時計狂いそうですね。日曜かなって思っちゃう。というわけで来週も体内時計を狂わせていきたいと思います。以上、城下町のダンデライオン感想でした。コメント、コメント登録お願いします。チャンネルね。
ね。チャンネル登録だね。チャンネルって出れば分かったよ。じゃんけんぽん。ああ。